はい、皆さんおはようございます。幸姉です。毎日暑い日が続いていますけども、いかがお過ごしでしょうか。はい、今日はですね、これからランチを食べにですね、母親と一緒に黒崎っていうところにね行ってきますけれども、来月母の米寿のお誕生日なので、今まで本当に還暦のお祝いも何もしてあげなかったので、もう全然家にいなくてノマド生活ばっかりしていたので、やっと落ち着いてね米寿のお祝いができるということで、初めてねこういうお祝いの席をね持ちます。はい、まあお祝いの席って言っても2人だけで個室で、まあ、ちょっとしたランチを食べるんですけれども、これから行ってきたいと思います。じゃあ楽しんで行ってきます。はい、じゃあこれから行ってきます。はい、湖泉に到着しました。はい、ということで母と2人でですね、北九州なんですけども、八幡西区の黒崎にねある日本料理店の湖泉というところに来ました。わーすごいね、素敵やね。あそこと同じような感じだね、金鍋と。うん、わー、見て見て、母ちゃんこれ、このでっかい鯉がすごいね、白い、白い鯉が。あ、ここも金魚が泳いでる。はい、ここでも、うん、入って、はい、かざしていただいて、はい、これからショーです。はい、すごい。なんかね、花でらしいんだけど、すごい。黒崎、いいよ。こんな感じ。大丈夫？あなた、歩ける？うん、歩ける。ビデオ撮ってるから、あなたの姿を。次。こちらですか。はい、今日ですかね。はい、はい、今日の間です。わーすごいね。あ、お母さんおめでとうございます。すごい、すごいね。今気づいたの。わあすごい素敵。はい、すごい喜んでますけれども、奥の部屋のね京の間というですねお部屋を予約したんですけれども、ちゃんとこういうふうにお母さん米寿おめでとうございますっていうね垂れ幕というか、そういうのもちゃんとつけておいてくださって、ちゃんちゃんこも準備してくださって、お部屋からはねこういう綺麗な景色も見えて、非常に雰囲気のいいところでした。まず、ちゃんちゃんこが、はい、これ脱いだ方がいいです、ね、どちらでも少し余裕がありますので、どちらでも大丈夫です。黄色のちゃんちゃんこね、そうですね、ベージュは黄色の、すごい、すごいですね、タイト、ちょっと、ちょっと、椅子を少し動かします。はい、お湯の中があるので、お湯の中のところに、はいはい、じゃあお母さんこちらですね。すごいね。こちら向いていただいてもいいですか。よかったね。本当ですね。優しいですね。素敵ですよ。固定さんみたいな。一杯のお祝いは通常ですね、こちらの方にお酒を入れまして、はい、銀の杯から飲んでいただきます。まず銀の杯では、毒を消すとか毒飲するという時に銀の杯を、はい、ではこちらの方で少しだけ清酒が入っております。残されても構いませんので、はい、少しだけ、はい、口をつけてください。はい、どうぞ。全部飲まんでいいよ。はい、おめでとう。このお酒は湖泉のお酒で、若ボタンという、はい、3和種類を、飲酒を作っている会社に依頼をして作っ
酒になります。そうですか。はい、あとこちらが純金の酒漬けです。ちょっと重たいです、はい、あの本当に純金なので、はい、落としなさんだよ、はいはい、重たいですよ。立派なタイヤね。この純金の酒漬けでお酒を飲まれると100畳を全うすると言われております。100歳まで生きて、はい、おめでとうございます。ちょっと前に向かれて、はい、こちらの方でも写真1キロ860万、はい、2000万、はい、あの長寿で、はい、100時まで、はい、純金で2000万するそうですか、はい、あーすごい、ね、ちなみにこちらはおいくらぐらいしますか。あ、そこなの、多分桁が変わって、桁が違うはい、ということで2000万円ものね純金を初めて目にしましたけども、サプライズで結構びっくりしました。純金の杯でお酒を飲んだということで100歳まで全うしていただければと思います。赤飯とタイのお頭付き、タイのこれは持って帰ってね。これはおそらく桃のお酒じゃないかな。うん、舐める程度でもうこれ以上飲まないようにしようこれハート型になってない、これかわいい、はい、ノンアルコール。お昼もなんかうなぎをやってたよ、うん、はい、じゃあ乾杯。はい、おめでとうございます。ありがとう。はい、いただきます。何がちょっと小さいものからだんだん食べていこう。あの青いの梅干しや。これ？これ梅？うん、こんな、うん？こんな色。すごい。これ何？しょっぱいの？いや、しょっぱくも何もない。美味しい。美味しかった？うん、あ、甘い。ね。すごい色やね。でも。うん、めっちゃすごい色。うん、美味しい。こんな感じ。うーん、これ美味しかったね。うん、あんた今日すごいお酒飲んでんじゃない。でもあれみんな飲んでないの、一口飲んでた。これ飲まない。飲んだ、みんな飲む。もういい、私車だから。赤飯なんてもう十分食べてないの。そうね、赤飯食べてないね。美味しい。いいよね、こういうところでね、うん、結納とかお顔合わせとか、静かでね、うん、長寿のお祝い、庭があって、お庭もあるし、お子様のお祝いとかもあるよ、うん、お子様の着物とかあれ着物、うん、あ、ちっちゃいね、本当だ、ベイビーのやつだ、うん、ベイビーのかわいい、子供のお祝いの時いつも、すごいね、このすだれみたいな、なんか昔の平安時代みたいな。そうそう、すごいね。シマアジとアコ。シマアジ。で、こちらちょっと黒っぽいのがイサキですね。あ、イサキとマグロとホタテ。あ、はい、こちら車になります。はい、ありがとうございます。はい、この後ね、あのいろいろまだお料理出てきますけども、一つ一つがすごく丁寧で、お皿とかにもすごい気を使っていて、なんか見ていてもすごいね楽しくなるような感じで、お祝いの席のお料理という感じで豪華な感じがしました。おいしい。おお、ハマグリコタブキが入ってる、金箔もすごいね、何から何までコタブキ、金箔がうよいよ浮いています。お吸い物すごい、これちょっと牡蠣なんだっけ、これホタテ、すごいね、これなんか一気にいくのもったいない感じやね、うん、あ、上品な味だ、うん、おいしい。大きなハマグリやね。このハマグリちゃんすごい、見て、金箔入り、これ一気に一口でいく、うん、美味しい。
お刺身を食べますけれども、どれから、まずはマグロからいこうか。じゃあ、はい、マグロちゃんからいきますよ。美味しそうですね。あ、どっちが、あ、間違った、醤油つけるのポン酢だった。ポン酢、ポン酢つけちゃう。じゃあ次は、私ウニってあんまり食べないんだよね。まあいいや、これで。ウニってこれでウニ入ってる。そんな言い方ない。美味しい。うん、美味しい。あなたお赤飯食べる、少し赤飯、うん、いやそれに入れたらおかしいでしょ。うん、なんかコースターをいただきました。何枚か入ってる。はい、続いてのお食事がですね、私の大好きなアワビちゃんが、出ました。すごい大好きなんですよね。あとはうなぎとエビと、あとなんだろう、豆系かなと、さつまいもと、左側の赤いのはほおずき、食用のね、ほおずきじゃないかと思いますけれども、すごい美味しかったです。はい、アワビ美味しそう。アワビちゃん、柔らか、うん、寒天的な桑の実が乗っかってる。うなぎかな、うなぎちゃん、もう十何年ぶりのうなぎ食べる。美味しそう。うん、うまい。珍しい、これほおずき、ほおずきの皮、これなんだろう、ちょっと食べてみようか。じゃあなんかプラム的な、梅干しじゃない、これも。トマト、梅干し、何これ、わかんないけど、ちょっと食べて。うん、これわからん、何だった、わからん、食べて。なんか甘い、何の実だろう、何、わかんないでしょ。な、種、種はない。マムシ、入れ物かわいい。うん、おー、うなぎが入ってる茶碗蒸し、高級茶碗蒸し。めちゃめちゃ出汁が濃い。いただきます。あ、美味しい。これは何、何だった？芋が入って、酢が入ってる。芋？うん、遠芋、うなぎ。ああ。うん、すごい。至る所にうなぎが。今季節や。これ何これ？あ、ふ、おふ？かわいいおふ。もう中いっぱいになってきたね。うん、お腹いっぱいになってまだ。あ、あんたのその、お寿司食べたんですよ。うん。お寿司っていうか赤飯でしょ。ああ、赤飯だった。美味しい。長寿のお祝いには還暦、古希、喜寿、三寿、米寿、卒寿、白寿、桃寿というようなお祝いがあるそうです。部屋の中にお手洗いあるからいいね。なんか大きくてもごちそうは入れます。これ何、これ、みょうがみたいな、みょうが、あ、みょうがまんま、これすごいね。こういう方式、いろいろなんか味が、味変してるのかな。みょうがいも、美味しそう。
はい、お祝い膳の後半にはね、コースのメインの牛肉のステーキが出ました。非常に美味しくいただきまして、本当に十何年ぶりにね、ちゃんとしたお肉を食べました。はい、胃がびっくりしてるんじゃないかと思いますけども、美味しかったです。たまには肉も食べよう、私。そうよ、10年に1回ぐらいしか肉食べない。美味しそうだよ。いただきます。味がめっちゃ美味しいね、うん、こういうお肉だったら食べれる、うん、ちりめんじゃこのご飯と、タイか、果物、これはタイですね、はい、美味しそう。完食。このタイはね、タイと向こうのお席なんだね、持って帰ることにしました。非常にサービスも良くて美味しくて、お腹がはち切れそうです。じゃあこれから帰ります。ごちそうさまでした。